ギリシア神話のプロメーテウス文化英雄とは、火や作物の栽培法などの有意義な発明や発見をもたらし、人間世界の文化に寄与したとされる伝説的人物やある種の動物のことを言う。文化英雄は民族、部族の始祖やトーテムとして位置づけられることも多い。また、文化英雄は思考神や創造神と異なり、既存の世界の上で、 特定の文化要素の創造を行う存在である。文化英雄の中には、いたずらを行う異界の存在である、トリックスターである例も見られる。例えば、ポリネシア神話のマウイは、無数の冒険譚の主役であり、火を人々にもたらし、主要な技術の発明をもたらした存在であるとともに、いたずらや、反社会的行動をする、トリックスターでもある。彼は異常出生した。 半身半人の出自を持ち、次々と甘根、ね、地上、地下界に滞在し、その活動が神々と人間の間を絶えず往復しながら展開する。このことは彼に両義的性格をもたらし、トリックスターの地位を与えるとともに、人々に欠けていたものを異界、外部からもたらすという文化英雄の役割を可能にさせている。アメリカ・インディアンの神話では、しばしば雇用手など、 特定の動物が文化英雄とトリックスターの両面を持ち、秩序と破壊、文化と自然の媒介者の位置を占める。ありがとうございます。